白桃山、白桃山、白桃山、ペクトゥ山は、中華人民共和国、中国吉林省と、朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮領行道の国境地帯にある標高2744メートルの火山。別名、長白山、長白山、チャンパイ山。中国吉林省と、北朝鮮領行道の国境地帯にある、この山は、古くは、踏みな山。 白山、大白山と呼ばれた。このうち、白山、大白山は、中国でも、朝鮮でも、後世までこの山の別名としても使われ、李氏朝鮮の時代には、大白山と呼んでいた。白頭山という名称の起源は不明である。満州民族の満州語では、ゴールミンシャンギャン、アリン、満州文字、天社、ゴールミンサンジアンアーリン、御社、か、 六瓶三円がし、林、わ、どこまでも、白い山と金の時代より使われ始めた。新朝では、長白山、長白山、中国語、反対アザ、チャンパイシャン、チャンバションと簡約され定着している。現在も、実行支配の領土地域ではないが、韓国は、長白山故障は中国による侵略の残死であるとして、国際的な故障問題運動を展開して、 摩擦を起こしてきた、また領有権について、歴史認識問題も発している、領有問題。その結果、近年では、蝶白山より、白桃山の名称が先に記述されたり、世界各国で、アルファベット表記のペド、サン、ベックデュ、サンが採用されるに至って、後手に回った中国で、反発の声が上がり、蝶白山の名称を積極的に使うように各地で、 巻き返し運動が展開されている。山の中央部は地下のマグマの上昇圧力により、毎年3ミリメートルずつ上昇を続けている。また、黒曜石の産地でもあり、朝鮮半島北部の旧石器時代から新石器時代の遺跡で出土する石器に用いられる。黒石の産地は白桃山であることが多く、すでに黒曜石を介した交易が存在したとされている。 なお、海溝の沈み込み体から離れすぎた位置に存在している火山のためマグマの生因が不明であったが、2009年9月から3年間かけた地球深部の三次元構造調査研究の結果、中国北東部白桃山の地下に沈み込んでいる太平洋プレートのマントル線維層スタグナントスラブに大きな穴が開いていることが発見され、 あなた白桃山の生因に関連性があると考えられている。頂上には天地、天地と呼ばれるカルデラ湖がある。満州を潤す松花江、及び中国と北朝鮮の国境である王力湖、港、マン港はこの山を源と発している。天地は周囲1 2トルから1 4トルで水深の 平均は213メートル、一番深い部分は384メートルとなっている。10月中旬から6月中旬までは、天地は氷に覆われる。天地の周りは2500メートルを超す16つの峰が取り囲んでいる。その最高峰は、将軍峰であり1年の8ヶ月は雪に覆われている。天地から北に出る川があり、出て、 すぐのところで落差70メートルの滝長次郎幕府を形成している。山独は、朝鮮側は、朝鮮半島の摩天霊山脈などの高原地帯。中国側は、なだらかな傾斜が、東北平原まで続く。中国側の山独では、朝鮮人参の中国版ともいえる朝白山人参、または、中国産朝鮮人参が採され、日本などに輸出されている。このほか 中国側では様々な薬草が栽培されている。ヨーロッパ鎖蛇の隔離された個体群が細々と生息している。白桃山の気候は非常に移り気である。山頂の都市平均気温は摂氏マイナス8.3度である。夏の間は18度に届く時もあるが、厳冬期はマイナス48度にまで下がる時がある。1月の平均気温は マイナス24度、7月の平均気温は10度であり、1年のうち8ヶ月は気温はマイナス2まで下がる。山頂の平均風速は秒速11.7メートル、12月には平均で秒速17.6メートルの強風となる。平均湿度は74%。近代的な火山研究が始まったのは1900年代以降で活動歴の解明は進んでおらず、 研究者により様々な年代の噴火説が出されている。周辺国の歴史記録書に白桃山の火山活動を示唆する記述がある。白桃山は約1万年間の活動休止期間後の10世紀前半に過去2000年間で世界最大級とも言われる巨大噴火を起こし、その火山灰は偏西風に乗って日本の東北地方にも降り注いだ。 白桃山苫小牧テフ、BETM 火山爆発指数は6と推定されている火山爆発指数の一覧を参照のことこの噴火と926年の木海滅亡との因果関係が指摘されているが各種の年代推定は940年前後を示唆するものが多く直接の関係はないとの見解が有力である噴出物の地質調査結果によれば 活動は6ステージに分けられる。2002年から2005年頃まで周辺で群発地震が散発的に発生し、地割れや崩落が沖山頂の隆起が観測されていた。さらに2006年には衛星画像の解析から山頂南側で温度上昇が観測され、ロシア非常事態省は白頭山に噴火の兆候があると発表している。2002年以降、 地震の回数が以前よりも約10倍に増加。頂上の隆起、カルデラ湖や周辺林からの火山ガスの噴出が確認されている。その後の2010年、アイスランドでエアフィアトラヨークトルが噴火し、翌2011年3月には東北地方太平洋沖地震が発生した。これを機に、学会で893年の噴火を引いて、影響が広域にわたり、 今後噴火する懸念がある火山として提起され注目を浴びた。10世紀以降、すべての噴火の記録は詳細ではないが、おおよそ活動間隔は約100年程度とされており、また10世紀での規模で噴火すれば、その規模はエアヤフィアトラヨークトルの約1000倍となり、極東地域では甚大な被害が予想され、4、5年以内に噴火する懸念があるとして、大韓民国気象庁が、 タイに乗り出したとされた。さらに2017年に白頭山に近い豊か経里で北朝鮮が大規模な核実験を行ったことも不安を助長した。白頭山は渤海が滅亡する926年までは渤海領であり、その後は渤海を滅ぼした吉丹領の領土になった。その後は金の領土、モンゴル帝国の領土と変遷していった。 朝鮮人が白桃山を領有するようになったのは、李氏朝鮮の清掃、在位、1418年から1450年の時代になってからであり、清掃は王緑公、都万公掃の要塞化を進め、白桃山は朝鮮民族と北方民族との境界となった。白桃山は周囲に住む民族から崇拝を受けてきた。文化、信仰としてはまず、 韓国でも北朝鮮でも三国維持が引用する朝鮮国による弾勲神話が国定教科書で教えられていて、最初期の朝鮮国が白頭山で起こり、その後、平壌に遷としたので、白頭山は朝鮮民族のゆりかごであると多くの人が信じている。しかしその根拠になっている三国維持に登場する山の名前は大白山で、今、三国維持が書かれた。 当時の今の、明光山、北朝鮮の平安道にある山だと書かれている。なお、三国維持の第三管に含まれる、宇都山五万新人と、倉州五大山、宝室と大衆電記に、白頭山という名称が見受けられ、これが、朝鮮の文献における、白頭山という名称の書出であるが、これは、現在の高原道内の山であって、現在の白頭山のことではない。 仏教関連の項目に中国の五大山、五大山などと共に仏教の修行地として登場している。李久志香織は現在白桃山は朝鮮民族の聖地ではあるが、李氏朝鮮時代の白桃山は生理学の自然観と歴史観とを象徴する山であり、朝鮮民族の聖地ではなかったこと、二十世紀植民地時代に消滅の危機に瀕した。 朝鮮人が民族意識を共有するに至り、白頭山が朝鮮民族の聖地に生まれ変わったことを論証している。それによると、1778年に、ジョイノチヨウという学者、高級官僚が白頭山に登ったが、ジョイノチヨウは、この場所は中国領でもなく、朝鮮領でもない、遥かな辺境であり、千年に一人二人登るか、登らないかという場所であるが、 ついに私が登ってみると、この大きな池の名がないので、天が私に名をつけようというおぼしめしだろうと言いつつ、大地沢と名付けたという。大地沢とは、神羅万象が大局に起源を持ち、神羅万象は大局に起逸するという意味であり、大局を発想した、ジョイノチヨウに、ダンクン沖縄の降臨した場所であると興奮する今日の、韓国の姿は見られない。以外にも、 19世紀に幾人が白桃山と残機を残したが、ある人は白桃山を天下一の名声高い中国の根山の脈を正当に受け継ぐ山であるといい、ある人は白桃山から朝鮮領を見下ろし、騎士の国が広がっていると歌ったといい、李朝時代の白桃山は生理学の自然観と歴史観とを象徴する山であり、20世紀に入り、 日本の抑圧を受け消滅の危機に瀕した朝鮮人は民族という新たな発見に至り白頭山が民族の聖地に変わったという。そして白頭山を新生死した最初の人物は蔡南前であり、蔡南前は白頭山で発生した皆文明こそが朝鮮文明の根源であるという学説を作り出し、証明するために1927年に 白頭山へ登り、白頭山金山機を着するが、蔡南前にとって、白頭山は民族の聖地であり、白頭山は消えゆく、朝鮮人が生まれ変わるべき母親の子宮のような場所であった。白頭山周辺は、もともと Y、白、祝神が居住しており、彼らの聖地だった。その後この地における、 ハクの勢いは衰え、祝心の光栄とされる女神、満州族が霊山としていた。女神の鐘は、1172年には山に住む神に、広告霊王王の称号を送り、1193年には、開き天皇制定と改めている。清は、女神後の故障を、長白山と管理役し、鐘と同様、この山に対する毎年の天霊を行った。 新朝の歴史書、満州実録によると、新朝の皇室愛心下ろしの祖先は長白山の東北にあるブクリ山、ブクーリアーリンのブルフリコ、プロリモで水浴びをしていた三姉妹の天女の末の妹フェクレン、フィクレンが、天の神の使いのかささぎが運んできた赤い実を食べて妊娠して産んだ男の子、ブクリヨンション、ブッカーヨングソンである。ブクリヨンションは成長後、 母から乱れた女神の国を治める天命を受けて生まれてきたことを聞かされ、長白山から船に乗って川を下っていき、争っていた三世、イーロンホラの女神の人々は、ぶっくりン章を見て、争いをやめ、王として仰いが、新朝時代には長白山は、神聖な山として崇められた。また東三章は、風金地とされたため東三世に含まれる、長白山も、 自動的に一般人が立ち入ることは禁止されていた。朝鮮王朝末期の19世紀終わりから20世紀にかけて白党さ山を朝鮮人のナショナリズムの象徴とする運動が生まれ、それ以降大韓民国や北朝鮮双方の国家や朝鮮民族の代表民謡であるアリランで歌われるようになった。過激な韓国人民族主義者が白党さ山を 自国領と主張するパフォーマンスが行うことがあり、中国を警戒させている。第二次世界大戦前は、満州国との境界であったことから、白桃山山六の新葉樹の密林は、半万港日ゲリラの拠点ともなり、しばしば日本軍によるゲリラ総統選が繰り広げられた。朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮の近日清主席は、 自分が白桃山を根拠とするゲリラ、高日パルチザンの指導者であり、1942年2月16日に、小白水の谷にある白桃山密営で、白桃山のお上軍で、あ、金馬佐都氏との間に、長男の金正日、後の総書記、国防委員会委員長が生まれたと公表しており、現地では、成果とともに、そのような案内が行われているが、証言などから、 金正日は1941年2月16日にソビエトロシア極東地域で生まれたとする説が有力となっている。1988年には白頭山の一部を構成する小水泡が正日地方に解消されている。朝鮮人が満州の都満行為北地域であるマジ島マへと移住する動きが絶えず、1712年、清と朝鮮の役人たちは、 白頭山の分水界に国境を示す定海碑を建てた。ここに書かれた国境を西方王力とし、東方を土門とするという表記の解釈をめぐり、土門を土満公とする日吉川の主張と土門を松花江支流とする朝鮮側の主張が19世紀末から20世紀締めにかけてぶつかり合った。1962年に結ばれた。 中朝返回条約によって中国が北朝鮮に譲歩し、天地上に中朝国境線が引かれる形で集結した。中国側の記録によると、この条約により、白東山及び周辺地域を含む約 1200km の土地が中国から北朝鮮へ割上され、天地の54.5%が北朝鮮に45.5%が中国領として、 ほぼ半分に分割されることになった。これに対して、韓国の民族主義者などは、批判的であり、中国側の主張を北朝鮮が飲んだと言い、松原江を境界とする主張を続けている。一方、中国側にもその後の文化大革命において、当時延辺朝鮮族治州の州長を務めた首都区会が、この件に触れ、売国奴として批判された。 中国と北朝鮮の間では国境が確定しているが中国と韓国の活動家グループの間で白桃山及び真島ママ地域の領有権論争がある。韓国の活動家は中国側で近年行われている経済開発、文化イベント、インフラ整備、観光資源開発、世界遺産への登録申請、東京オリンピックの招致などはすべて この白桃山地域全体の領有権を主張する動きの一環だとしている。中国側でこの地域を長白山と呼ぶこと自体に対しても韓国側は歴史の歪曲だとして反発している。中国の吉林省長春市で行われたアジア、冬季競技大会では中国が天地から聖火の採火を行うパーマンスを行い、韓国のショートトラック女子代表選手は受賞式で 白桃山は我々の領土と書かれたカードを掲げて中国当局の抗議を受けるなど領有権問題が国際的に認知されることとなった。中国側は東北皇帝プロジェクトでこの地域を研究に含んでいる。大枠府や温泉などがあることから中国政府は観光地化を進めており、特に大連ンたちが開発するリゾート地区長白山国際ドカリでは アジア最大級のスキー場などが建設されて、ハイアット・セトン・ウェスティンなど外資系ホテルも誘致される。一方、中国政府によって従来投資が歓迎されてきた韓国系や北朝鮮系のホテルが閉鎖に追い込まれていると報じられている。日本や韓国からツアー客が訪れる際は、夏季を中心として7から9月頃、交通等の便が良い中国側から主に入山する。 長白山飛行場もあるが、一般人は、通常鉄道で長春、または、新洋、通貨から鉄道に同白川駅まで行き、駅前に待っている、多数の四輪駆動車からチャーターして長白山の気象台まで行き、そこで下車して十分くらいで、外輪山の天文峰へ歩いて登って、そこから天地を見下ろしたり、北朝鮮方面を眺める。 チャーター車は帰りに長白山温泉などを通過して温泉団の場所で泊まり完全にある長白幕府を見せて駅まで帰還する。北朝鮮側、平壌からチャーター航空便を利用して飛行からのツアーも行われている。最近、韓国の現代画山が韓国から白頭山に向かう観光ツアーの実現について北朝鮮側と交渉を続けている。 今もって条件面で折り合いがついていない。白桃山はユーラシア大陸から日本に向け吹きつける冬の季節風の経路中にあるため山体により気流が乱され日本海にカルマン渦や帯状大流雲を発生させることがある。詳しくは日本海寒帯気団収束を参照。この現象が発生すると雲がぶつかる地域で局地的な大雪となる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。